初日2レース1乗戦1着となりました福島99期の小松崎選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは福島3人での連携となりましたけども、まあ、作戦など含めてどういった感じだったでしょうか。まあ、そうですね、立ち回りはもう数なりに任せていたんですけど、まあ、ある程度想定通りの形にはなったと思います。バックの方で松本選手がまくりに来たと思うんですけども、まあ、その番手から発進という形になりましたけども、まあ、タイミングとか、まあ、あとはスピードとかその辺は手応え的にはどうですかね。まあ、踏んだ感触は悪くはなかったんですけど、少し松本君の初速が良くてですね、ちょっと乱されてしまったところはありますね。今回落車明けのレースという形になりましたけども、体調面その辺はどうでしょうか。そうですね、走ってみないことにはわからないなと思ってたんですけど、まあ、ある程度のところまでは持ってこれてるかなと思ってます。次は、二次予選あさって以降になると思うんですけども、地元の G1 だと思いますので、地元のファンの方また意気込みをよろしくお願いいたします。はい、そうですね、なかなか地元での日本選手権という開催がないと思うので、一層一層全力で戦いたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。